いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。気をつけろ。誰かいる？どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。素晴らしい。生きながらにしてアチラ側と接続されている。
まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間？もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言ったよ。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。
俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリー、マリー、ここはおい、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな、危ねえ。なんだこの霧。ここはダメだ、引き返せ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。乗ってきた。避けるのが無理なら守りを固めろ。
国だな。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。そうだ、ここはもういい。目的地に行くぞ。